皆さんこんにちは、矢野博康です。南波志保です。来たる1月30日土曜日にオンラインイベント祭りで、私音楽プロデューサーでドラマーの矢野博康がプロデュースします、ライブイベント矢野フェス、かれこれもう10年ぐらいやってるんですけれども、ね、そちらのオンライン番外編として、矢野ミュージックフェスティバル2021矢野フェス歌うスタジオが配信されます。やったー、めでてっすね。ね、今、まあ、収録を 実は終わったばっかなんですけど、はい、いかがでしたか、南波さん。いや、今回も暑かったですね。なかなかちょっと、ね、ベリーホットな、あ、ベリーホット、うん、トゥーベリーホットなんか、トゥーですか。どうでした、矢野さん的には。いやいやいや、やっぱりなんというか、これまではオンステージのライブを、まあ、かれこれ6、7回やってきてたんですけど、10年やって、はい、今回配信なので、配信でしかできないことをやったっていうようなつもり、うん、つもりつか実際そうですね、うん、あの感じは、まあ、そうですね。なんかいい意味でのね、ちょっと緊張感もありつつ、でも、ね、ヤノフェスならではのアットホームの楽しさもありつつ、そうですね、なんかこう、うん、ならではの感じにはなっていると思います、うん、はい。そんなミュージックヤノミュージックフェスティバル2021ヤノフェス歌うスタジオは、2021年1月30日土曜日に祭りサイトにて配信されます。これぜひご覧ください。ご覧ください。